近年、中小企業を取り巻く環境は猛スピードで変化し、競争はますます激しくなっています。大企業に比べ資金力などで劣る中小企業にとっては厳しい状況が続いています。ターニングポイント、成功への分岐点では、そうした中、果敢に挑戦し成功をつかんだ岐阜県内の中小企業を取り上げてきました。会社の将来を背負う経営者たち、ある者は現状を打ち破ろうと未知の分野へ足を踏み入れました。そしてある者は廃業の危機から見事に復活を遂げました。果たしてそこにはどのような成功への分岐点があったのでしょうか。